はい、それでは今日も令和セルシオ行ってみましょう。今日は11月21日でございます。時間にしてですね、15時30分。はい、この時間になぜこんな放送をするのかと言いますと、たまたまです。これからね、ガリガリ君を買いに行きますね。ガリガリ君はね、この寒い時期になってもうちのヤマト君が好きなんで、ガリガリ君がないとわめき散らかすんですよ。まあ可愛いじゃないですか。ガリガリ君買ったところで200円か300円かでしょ、あの箱のやつね、10本以下なんか。だからまあ今日も買ってあげようかなっていうところなんですけども喉が痛いのは相変わらずですよ。これ長いですね、今回ね。なんかツンクさんみたいに喉になんか妙な感じのあれができてたら良くないですね。生涯初ですよ、こんな長く喉が痛いもの。まあ喉の圧迫感はなんとか消えてきたんですけどもね、今一つ喉がね、扁桃腺が私ちょっと腫れがちなんで、扁桃腺が腫れるとそこから全体に負担がかかってちょっとね、発熱をするってこともありましたけど、今回は全くそういうことがないです。まあ、喉が多少イガイガするだけで、ちょっとねレモン水をたまに飲みながら癒してるところでございます。皆さんも健康を害さないようにお気をつけください。まあとはいってもね、今日の話題になりますけども、結構健康に悪い食品って私たち取ってますよね。いやー、だからね、すごく不安になりますよ。健康に悪いものをね、いつの間にか取ってるわけですから。スーパーに行って特売のものとか、まさにそれだと思いますし、お、ハローズが解体されてる。ちょっとすごいですね、これはね。ハローズの解体の模様をちょっと撮っときたいですね。ハローズってね、福山市から始まったスーパーで、もともとは、府中なんとかマーケット、なんかそんな感じだったんですよ。すごく小さな、本当に普通のスーパーだったんですけども、それがね、今や、中四国全般に広く知れ渡る一大マーケットチェーンになりましたね。ハローズ一部上場に、なりました、ずいぶん前に私がね、このハローズって会社に入社した時が2320目標、確か西暦2020年までに300億円20店舗達成するぞみたいな感じだったかなと思うんですけども、あと2505計画っていうのがあってね、それは何かっていうと、2505ですから、2005年までに500店舗だったかな。ちょっとうろ覚えなんですけど、そのあたりね。だから、2320結構が西暦2000年か。うん。まあ、その辺は私責任持てませんので、もうわかりません。あれほどね、経営方針発表会で何回も何回も昭和したんですけどもね。あ、ちなみに、ハローズの経営方針発表会はむちゃくちゃ面白かったです。本当にね、あっという間に楽しくって時間が過ぎちゃうんですよ。で、最後はハローズの社歌をみんなでね、肩を組みながら社員従業員一斉に歌うんですけどもね、ちょっと危ない集団だなと思いながらも、やっぱね、染まると楽しいんですよ、危ない集団も。じゃないとやってらんないですよね。組織ってそんなもんじゃないですか。組織に嫌悪感とか疑いを抱いたままだとなんとなくこう居心地悪いんですけども、もう染まるとね、もう楽しいわけですよ。まあ、ですんで、液税論とかね、消費税増税賛成に染まるともう楽になるんですけども、暮らしはどんどん貧しくなるというね。最近もそういう方いましたよね。まあそれは一個置いとくとして、これからガリガリ君を買いに行く、そんなビデオでございます。つまらないことを申し上げました、特に中身はありません。ここまで聞いていただいた方、時間の無駄をさせちゃってすいませんでした。